見てください、この大きなエビ、これはヨシエビというエビなんだそうです。今回はこの福岡県の豊前海名産ヨシエビをご紹介します。今回この美味しそうなヨシエビについて教えていただく豊前海研究所の中川さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中川さん、この豊前海のヨシエビってどういった特徴があるんですか？はい、ヨシエビは車エビの仲間で、干潟に恵まれたこの豊前海にはたくさん生息しています。ちょっと地味な姿をしておりますけども、とても美味しいエビです。地元では豊前の特産品としてとても親しまれています。今日は一緒に漁についていってもいいですか？はい、それでは漁師さん の船に近づいてみましょう。中川さん、ヨシエビってどんな風に取れるんですか？はい、今小型底引き網という漁の漁船に乗っています。ヨシエビはここに網にありますように、底をですね、網で引いてエビやカニを取る漁で、この時期はヨシエビがたくさん取れます。そうなんですね。はい、今こう分けられてますけど、どちらがヨシエビなんですか？はい、漁師さんの選別したですね、これがヨシエビになります。おー、大きいですね。はい、これがヨシエビですね。どういった特徴があるんですか？はい、同じように車エビがあります。車エビと同じ仲間なんですけども、車エビはこのように鮮やかな模様がありますよね。それに比べて少し地味なエビですけども、とても美味しいエビです。本当に見た目から全然違うんですね。はい、中川さん、ヨシエビ以外にもこんな大きなカニが取れるんですね。はい、これは正式な名前はガザミと言いますけど、皆さんはワタリガニと呼んでます。でこの時期はですね、身もたくさん入って非常に美味しいということで、豊前本ガニとしてですね、地元ではブランドとして売り出してます。高知区漁協組合長の吉田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このヨシエビ、とっても新鮮ですね。そうですね、今水揚げされたね、上がってきたばっかしです。どういった点が美味しいんですか？これはね、今のね、時期11月8日から解禁になってね、はい、このエビが水揚げされます。それで今が一番ね、その身が締まってね、一番美味しいんです。なるほど。このヨシエビ、どういった食べ方が一番おすすめですか？そうですね、まあ、今水揚げされたばっかしですね、はい、それを今こういう形でありますね、はい、まあ、これ刺身、はい、お刺身、お刺身、はい、お、じゃあちょっと食べてみてもいいですか？あ、いいですよ。皮を剥きましょうか。はい、お願いします。はい、あ、すごい。ではこのままということで、すごい。そうですね。まだ足が動いてます。ではいただきます。うん、うん、身がプリップリですね。そうですね、うん、甘くて美味しいです。吉田さん、はい、生のヨシエビとっても美味しかったです。あ、そうですか。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。他にもおすすめの食べ方とかありますか？ここにあります、炭火でね、焼いて食べるのはね、またちょっとね、味が違って、香ばしい味がしますよ。そうなんですね。じゃあ、はい、ぜひ炭火もいただいてもいいですか？はい、どうぞ。いただきます。あ、全然さっきの生のお刺身も甘かったんですけど、はい、より甘さが増しますね。はい、これ身がプリプリで美味しいです。これは癖になりますね。ついつい何個も食べちゃいますね。はい、いくらでも食べられます。吉田さん、今回は特別にここで豊前海のヨシエビ食べさせていただいたんですが、実際にはどこで買ったり食べたりできるんですか？そうですね、今そこに見えますね、はい、海トラス豊前で、その中で販売しております。なるほど。どういった形で販売されてるんですか？そうですね、エビ、魚っていうのをみんな生けすに入れてね、生けすに入れてます。はい、お客さんが求めやすいね、数量しか入れておりません。目で見て
なるほど。お買い求めいただければ新鮮なものが買えるということなんですね。そうですね。無前回の恵みが詰まった美味しい吉エビ、せーの、食べてみてくださいね。